ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう皆さんね、いっぱい踊っていただいて、皆さんもうだいぶ覚えましたね。はい、次はじゃあ皆さんで完璧に踊りましょうね。はい、はい、さあ、私たちこのね、鈴鹿といえばですけれども、先日あの鈴鹿市民の皆さんと、はい、町会議所の皆さんと、あの鈴鹿市民席で一緒に皆さんと F1 応援させていただいたんですけれども、はい、見に行ったよって方いらっしゃいますか？結構ね、やっぱりいらっしゃいますよね。F1 ですからね。はい、はい、ね、あや初めての F1 だったんですよ。あ、そっかそっかそっか、どうでした？いや、早すぎて何が何だか分からなかった。いや、毎回ね、あやちゃんに言うが、このチームはね、このチームですよ、これね、このチームだよって教えてたんですけど、全然聞いてなかったのね。同じ車3回ぐらい聞いたよね。そうそうそう、ずっとね、教えてるのに本当に分からなかったです。無視でしたからね。はい、あ、じゃあギャミ、これは知ってる？何それ？あの、はい、鈴鹿のナンバーあるじゃないですか。車のナンバー、はい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 。鈴鹿のナンバーはいつからできたでしょうか？はい、1番、はい、5月5日。ちょっと待って、日付の質問なの？年号じゃなくて。うん、そうだよ。だってできたの2006年できたもん。あ、それ答えじゃないんだ。はい、では改めて、すごい難しいですけど、いきます。皆さん頑張りましょう。はい、1番5月5日。あ、55っぽい。2番8月8日。あ、末広がりですね。そうですね。3番10月10日。あ、昔体育の日だったね。今日ね、まだ体育の日ずれましたけど、昔体育の日ですよね。そうだね。すごい難しいですね、これ。じゃあ1番だと思う人、55の日だと思う人。はい、まあ、あちらほら、はい。え、じゃあその鈴鹿のね、ご当地ナンバー成立された8月8日の末広がりだと思う人。はい、はい。あ、結構ね。じゃあ他のこと全部10月10日ですか？はい、2006年の10月10日に鈴鹿ご当地ナンバー成立されたよっていう人。その他の方はいつ制定されたと思ってるんですか？正解がない感じになりますけれども、え、ゆみでも55の日だと思う。で、鈴鹿のなんか車の車が走る感じだからね。あ、じゃあ通人はご存知ですか？通人はご存知ですか？辻野さん、辻野さんご存知ですか？先輩ですから。あの鈴鹿のご当地ナンバーが制定された日ご存知ですか？おお、ということは、ということは、ゆみは1番の55だと思います。5日ですね。55だと思う。いいですか？はい、じゃあ行きましょう。1番で、1番55で、はい。ブブすごい、あのゆみに向かってたの、つんださんに向かってたの、ブブーだったね、今ね。ブブー。え、じゃあ答えは、3番の10月10日でした。あ、そうだったんだ。はい、2006年10月10日に鈴鹿ナンバー、ご当地ナンバーが初めてできたんだそうです。あ、そういうことか。初めてご当地ナンバーっていうのができたのが2006年の10月10日なんだ。そうなんです。鈴鹿はじゃあ最初からあるってこと？そう、その時からあって、とっても人気があるナンバーだったそうです。へー。だからね、あやも鈴鹿ナンバーのように人気のあるアイドルになりたいと思います。はい。ね、ちょっと早そうですよね、鈴鹿ご当地ナンバーですね。そう、早そうだから、ね。あ、ごめん、無視したね。人気のあるアイドルね。そうそうそう、すごい。なんか言ってどうしようって。はい、私たちはね、鈴鹿ご当地ナンバーのように、はい、今日ね、駐車場に泊まって鈴鹿ナンバーばっかりでしたから、やっぱ人気ですね。はい。そんなね、人気のあるアイドルになっていきたいと思います。それでは最後の曲いきたいと思います。最後の曲は私たちから送る、今日ね、ちょっとあったかいんですよね、秋かと思えば。はい、あったかいです。あとね、この後皆さん始まる鈴鹿ボックスカートの皆さんに送る応援歌です。聴いてください。 LWe'll be right back.
今歌ったエール、2曲入りの CD、 あとこの奥のブースですね、はい、ハンバーガーの隣かな、あの奥のブースで、はい、あの販売させていただきます。皆さんぜひ私たちと一緒にチェキ取ってください。お待ちしてます。はい、今の今日オープニング務めさせていただきました三重県のちょっぴりお姉さんアイドルスプラッツのあやとゆみでした。ありがとうございました。はい、盛り上げていただきました。スプラッツの皆さんに大きな拍手を送りください。いやー、朝からエネルギッシュなステージで、もうみんな心を わしづかみになったよね。どうですか、えい、ー